人事労務の業務を開始するためには、いつ何をどのように行うか把握したいと考えている方がたくさんいます。人事労務の作業は日次、月次、年次、随時と実施することが分かれています。フリーならこの作業を一つのプロダクト内で実施することができます。そのため人事労務の業務を初めて行う方でも安心。それでは早速、年間で発生する作業に沿って人事労務フリーではどのように操作するか具体的にご説明します。